あ、いた、いた、いた。いや、いや、もう始まってるよ。あ、こんばんは。さきのさん。はい、なんでしょうか。さきのさん、最近なんかすごい人気なんで、僕これからさきのさんって呼ぼうと思ってます。もうやめてくださいよ、本当にもう何人。一曲一本ですね、はい、うん、ドラドラが全力で行ってほしい。はい、なんだ何本って。マンズの本いつか、マンズの本いつですかね。はい、またリーチ来ちゃったよ。そう、またリーチ来ちゃったんですよ。一旦いいピン切って、はい、ちょっと降りたくねえけど、アンパンあんの。いや、ないんですけど、難しくないですか。ここすごい難しくて、このウーピン引き。間4件、ウッパーピン怖いけど、何せじゃあ他に何切んのって、切るもんがないんですよ。そうですね、私これ、何切ったの？リャンマン切っちゃうんですよ。リャンマンってなんで切ったの？いや、まあ、チートイシャンテン維持と、まあ、うん、ウーピンよりはマシ、安全度的にも。ああ、その感覚ね。チートイツのイーシャンテンをキープしながらも、はい、ウーピン1個通しておくと、次のツモが例えばウッパーソーの時に、はいはい、メンツテカンバックはサブローマン一筋で済むよね。あー、そうですね、そうですね。多分モゴちゃんはリャンマン切っちゃうと、そのメンツテカンバックができないんですよ。まあウーソー2枚切れてるからまだわからんでもないけど、僕結構これウーピン切っちゃいますね。あ、本当ですか。はい、もうしょうがないというか、ドラドラもらっちゃった運が悪かったっすね。要するにドラドラもらうからブクブクにしちゃって、うん、親のリーチに、親大体親のリーチに安全牌が1枚のもない、はい、チートイツのイーシャンテンなんてマジでセンスないんですよ。うん、だけどそれってしょうがない。モコちゃんの手順は何も悪くないんで、ついてないだけなんで、はい、はい、だから僕は下茶がマンズっぽいことを理由に、マンズ3つのイーシャンテンとかマジ価値ないので、いや、そうですね、だからメンツ手は見たいんですよね。はいはいはい、うん、なるほどね。リスマンとか来るしかないってことですよね。だからもう、ね、そうだな、はい、なるほどな。あ、ウーピン通った。でウーピン通った。この時にやっぱイスマンならないことが痛かったりするよね。あ、そうですね。シーソーも通った。ならないんで。で、降りた？ローピンは行くんだ、ワンチャンス。行きました。これ、チーソー通ってるんですけど、そう。ローピン行ったんですよね。行っていいよ。カンパーソーとかになったらいいペーコーじゃん。うん、うん。まあ、しょうがないよ。行こう。あ、めんどくさ。なので、なんか、シモちゃんも来てて。これ、サブローマン今度通んな、あれ？何、リャンゾーって。なんか出てきましたね、リャンゾーが。あれ？僕、この瞬間、マンズじゃないと思ってますよ。リャンゾーっておかしいんで。もうリャンゾーが後だからですよね。これリャンゾー統一落としですよ。あ、本当だ、リャンゾー統一落としだ、はい、こんなのありえないですよ。だからローマン今通りますよ。これ絶対ローマン来てリーチした方がいいですよ。しました。はい、これ 100% リャンゾー統一落としなんで、ありえないんで。はいはいはい、はい、でも俺これ一数万なんだよな。積もってんじゃねえか、一数万で。え、でもトイメン何待ちだったら3万補充かもしれない、トイメンに。これめちゃめちゃついたなって思います。ねえ、これトイメンに3万補充じゃない？ 3 万、あ、トイメン換算案でした。ほら、俺3万補充したかもしれない、手順によっては。うん、これ俺補充しちゃってるよ。めちゃめちゃラッキーな上がり拾いました。すごいね、4万切り。まあでも悪くはない、気持ちはわかるから。でもやっぱりチートにはなんなかったな。なんなかったですね。うん、これはすごいね。リズム3個、ドラさん、オッケー、ナイス。はい、いいよ。いいよ。はい、よかったです。次いきますね。うん、はいはい。何、2枚切れね。はい。シートイツ。ニサシの3色。このスーピンどうですか？ニサシの3色をやめて、はい。守備気味にチートイツにしたかったんでしょ？そうです、そうです。うん、全然も、その、やってることが、はい、そう、あなたの気持ちとあなたの打敗が合ってれば全然正解なんで、うん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 、違和感は全然今のところないので全然問題ない。こんなの何切ったっていいんだよ。スーソー切ろうがスーピン切ろうがチュン切ろうが、うん、
で、そろそろ親が仕掛けがめんどくせえから、なんかこれ自分が赤が1枚もなくてチーマもないじゃん。で、平均打点でいくと 5% ぐらいありそうなんだよ、だからいくら仕掛けててもちょっと嫌なんだよね。いいよ、あ、スーソ取った。親はイーシャンテンぐらいって読みます？ああ、でもこれ 赤が見えてちょっとあれですか？そう、ちょっと待って、このね、仕掛けた時は、はい、どうせラス目の仕掛けなんて高いことも安いことも遠いことも早いことも全部あるんで、手の中まだバラバラもあるんだけど、ローピンと赤ウーソーで 40% から 50% ぐらいテンパイかな。でもそれでも半分ぐらいは張ってない。まあ、でも半分張ってるんですね、逆に言えば。でもソーズは6球層で、ピンズが下の方で2ピンが通ったんで、 E ピンがションパイなんで E ピン持ってるとか。ただね、この時にテンパイしてれば安くて、まだイーシャンテンだったらトイトイとかあるかもしれないですよ、 E ピン持って。あー、なるほど。なんか場に出てないものを2枚持ってそうなんですよ、トイツで、ピンズの下と、マンズのなんだろうな、5とか6とかかな。なんかそういう感覚ってなんでわかるんですか？ゾーン。ああ、よくタカちゃんが言ってるやつですね。ウーソーを早く切って、モコちゃんが負けてる親で、相手の心理になって考えてごらん、ウーソーはいらないけど、ウーソーの後にハツとトンとパーマン手出ししてるんだよ。これって、ウーソーより初トーンを重ねたかったってことだったり、トーンはもう安全牌じゃん。それでいらないんだったら、例えば578の6球層とか、577でもトイトイ含みだとか。だから僕はチーパー層かチーチー層って持ってるようなイメージがあるのね、ソーズの上のゾーン。確かに、ソーズの上ありそうですね。そう。で、ピンズがなんで E ピン統一じゃねえのって言ったか。そうです、そうです。それは、ピンズは下のゾーンが、ローピンはいらないけど、1から5までは切ってないでしょ。モコちゃんが自分も1から5まで持ってないでしょ。はい。持ってないと数が合わないんだよ。あ、そこが濃いってことですね。そう。だから。そう。なるほど。で、2ピンが2枚出てて、2ピンチーかかってないでしょ。はい、2ピンにチーがかかんないんだったら、もう一数ピンか E ピン統一じゃねえのって思っちゃう。はーい、すごいな。その辺のゾーンっていうのが大事なんだよ。なるほどな。で、マンズは真ん中らへんじゃないのって。これは数秒で毎ターン判断してるってことですね。そうそうそう、もうこういうのはもう毎日毎日こう40何年間ずっと考えてきたから、それだけよ。すごすぎる。結婚もしねえでよ、バカみてえによ。くだらねえ、こんなゲームにバカバカしい。いや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 。とくだらねえよ。もう二度とやんねえからな、麻雀なんて。で今 E ピンにポーが入らないからあんなかったんだ。そうだね。そう。はいはいはい、なるほど。こんなゲーム絶対やらねえからな。待ってたんだこれ。どれ？いや、これはね、だから簡単な話、はい、E ピンと2ピンが通っちゃったら、ピンズの下のゾーンがないってことで、マンズをもう真ん中らへん持ってるしかなくなっちゃったんすよ。あ、だから染めかもってなるわけですね。染め、だから、チーパー層さえ持ってなければ、ここで6球層通ったらもう終わりです。染まってます。あ、うん、なるほど、なるほど。そう。はいはいはい、はい、うん。これはちょっとしょうがない。はい。すげえ、いい街ですし。はい。はい、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。